はい、木の店三目です。これはね、おにぐるみの一枚板になります。岩手県の原木市場から、原木を仕入れてですね、で製材したものですね。この原木を製材した動画も、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひね、見ていただけたらいいかなと思います。サイズの方が長さが1800あります。そして、こっちがね、まあ末口の方になるんですね。ここの上の部分が、540ですね。でここがまあこの板の一番、広いところになりますかね。でここからねぎゅーっとすぼまって、だいたいこの辺りですかね。この辺が一番狭くて、そこが420で。でこの板のだいたい真ん中のあたりが430で、だいたいそんな感じでですね、400、230っていうところでずっと来て、そこから少しねこの末広がりな感じになって、一番端の広いところが500になります。だいたいまあ400前半からまあ500ぐらいの、そういう風なね、幅の板になりますね。厚みの方が48ミリになります。この辺のね、二股になりかけのところなのかなと思うんだけど、ここの木なんかもね結構動きがあったりとか、あとねここはもう穴がね結構奥まで入ってて、だいたいちょっとこう現状の状態にしてる感じですね。でここも虫がねこう張った跡とかもそのままな状態にしてます。この辺は、朽ちたところとかね、ちょっとこう節割れのところとかは縦でね補修をしております。こっちもそうですね。こっちも縦で補修してますね。はい、まあ、そういう風な感じでいろいろねちょっとこう痛みというかね、まあ、朽ちてたりするんだけど、結構その辺も塗ってみてね、なんかこう景色に、ね、なってもらえればいいかなという風に、ちょっとね思っています。はい、それではね、オイルの方を塗っていきましょう。まずは反対にして木裏から塗っていきます。木裏の方もねだいぶ色濃く出て、そうですね、おにぐるみって結構ね個体差がこういろいろね、差があって、この木は結構ね濃いめの、木裏の方もね見ても結構濃いね、いわゆるこうブラックオールナットとかにも近いね、なんかそういう風な感じの濃さがね少しこうなんとなく感じられる色合いが出てますね。木がこう動いたところが塗装でねしっかり出てて、こう面白いねところですね。木裏で使ってもね、十分楽しめるのかなと思います。木裏の方は以上になります。反対にして木表の方ね塗っていきます。
清表の方もねだいぶ色がね、濃い色が出てなかなか渋いですね。小口のこの年輪もすごくね面白いこう縞模様というかね、輪切り感が出ててそのままそれがこの表面のね、木にもこう縞がこう現れてる感じでそこがこう強調されてそういった中でもねこう普通のこう板目木が見えてね縞模様のストライプも、濃いところと薄いところがねじんわりとこうなんかこうね見えてきてすごくその辺もこうなんか印象的な感じですね。バッテンの、割れがあったりとかこのね口のところもいい感じでね、補修ができたのかなと思いますね。ここもそうですね、ここもそんなに違和感なくね補修できたと思います。このね穴のところもまだ半分ぐらいが塗装されてないですけどここがまたあとね細かくちょっと奥の方までね、塗装筆か何かでね塗っていくような感じになるかなと思います。張ったようにね見えるところがここがまた立体的でなかなか雰囲気あってねいい板になってますね。この辺からの眺めがものすごく木も動いててそしてこのグラデーションがすごくね際立って見える角度かなと思いますね。すごいかっこいいですね。鬼皮と面皮の間のこの石が張った跡がねだいぶそのまま、面皮に現れてて自然の造形が、ね、こう見える部分かなと思います。こちらの方の、ね、耳もそうですね向こうほどではないにしてもまたこっちはこっちで渋い、ね雰囲気になってますね。色の濃いところと、薄いところと、ね、明るいところと濃いところのこの淡いグラデーションがすごく際立ってて鬼ぐるみの中ではね結構こう濃いめの色がねなんか出てる感じで、日本の木の中ではだいぶ色のね濃い、部類に入るんじゃないかなと思いますね。こういう小口とか要所要所の部分がね本当にこう見どころがいろいろあってカウンターサイズのね、形ではあるんだけどそれもこう微妙にちょっとね、出てたりとかちょっとこうすぼまっていたりとかちょっと末広がりになってたとか本当にこうちょっとずつのこう集合体みたいな感じなんだけどそしてこの虫の張ったところとかそういうところがね一つ一つが相まってね全体としてなんかすごく主張した板になっているので本当にこれはこれで、カウンターに使ったりお部屋の中とかね、お店の中とか、そういったところに使うと人の、ね、目がこう行く、板になるんじゃないのかなと思います。岩手県産の鬼ぐるみの、一枚板をオイル仕上げしてみました。なかなか濃い色が出てね木目もね、動きがあって雰囲気ある一枚板になったかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。